学徒です。宇宙人カムバック。先ほどコンタクトを取った未来の宇宙人ショー、全国から聞きたい、どうしても聞きたい、聞かせてくれショー、そういうファックスがいっぱい来たので。もしもし。もしもし。ショーか。はい。ちょっと落ち着いた。はい。落ち着いた。はい。ショー。はい。全国からね、ショーのおならを聞きたいという更新がこっちに届いてきた。うん。でしかも今このブースの中にスタッフ総勢15人ぐらい待ってる。はい。聞かせてくれ。時間かかるんで遠くに。どういう時間がかかるの？すごい。どうですか、どうですか。すごい。じゃないですよ。すごいね。はい。ショー。はい。出すことはできるんでしょ。はい。できたよね。はい。吸うことってできるんでしょ。今吸って出して吸って出して。吸って出して吸って出してなんだ。そうなんです。はい、これ水の中でたらどうなんですか。ショー頑張ってね。いや、はい、ありがとう本当に。あ、うん。うん、センスプレゼントするからね。あ、うん。ありがとう。じゃあね。番組へのお便り随時募集しています。宛先は郵便番号 102-8080 ガクトのラジオ黄金時代、まで。ガクトテラピー、ジーザルトラック、その他疑問質問を受け付けています。来週のファックステーマは、これやり遂げたいこと、目標。まあね、来週は抜き打ちチェック、超ウルトラスーパー強化週間、自分のね目標、やり遂げたいことを宣言する、この夏にね、この夏に自分がやりたいことをこうやります、ああやります、出してみせます、吸ってみせます、みたいな。ショーはやったもんね、すごいよね。相変わらず息荒かったけど。すごいよ彼は。彼あれだけで食べていけるよ。ダメかな。全国回れるって。それじゃ最後に、あ、ショーを超える宇宙人いたら連絡ください。募集してます。それじゃ最後に、このラジオを聞いてくれたあなたの明日の運勢です。ガクトジプシーの一言占い、きっとあなたもショーに巡り合うことができる。